第2代エクセター公ジョン・ホランドの紋章。第2代エクセター公ジョン・ホランドは、中世イングランドの貴族で百年戦争期の軍司令官である。国王リチャード2世の異父兄である初代、エクセター公ジョン・ホランドとエリザベス・オブ・ランカスターの次男として生まれた。母方の祖父は、初代ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントであり、ヘンリー4世は、叔父、ヘンリー5世はいとこにあたる。ジョンがまだ4歳の時、1400年1月に、父といとこのケント伯、トマス・ホランドはヘンリー4世に対する暗殺の共謀罪で捕らえられ、処刑された。ジョンは無本人の子供となったが、1413年に即位したヘンリー5世はヘンリー4世時代の国内対立を水に流す方針を定め、反対陣営の貴族たちの名誉、領地を順次回復していった。成年に達したジョンも1415年のフランス遠征に従軍するチャンスを与えられ、アジャンクールの戦いで有名を馳せた。翌1416年、ジョンは父の持っていたハンティンドン伯位を回復され継承し、ガーター騎士に叙任された。それ以降はイングランドの対仏遠征軍の様々な作戦に従軍したが、1421年のボージェの戦いでフランス軍の捕虜になり、解放される1425年まで旅囚として過ごした。1435年にイングランド・アイルランド・アキテーヌの全イングランド海軍の総司令官に任命された。1439年にはアキテーヌに国王の名代として赴任し、後に正式にアキテーヌの知事となった。また1439年には消失していたエクセター公位も回復し、中仏イングランド軍ではヨーク公リチャードに次ぐ地位を与えられた。1447年に52歳で死去。公位は息子のヘンリーに継承された。1427年3月6日、第5代スタッフォード伯エドムンド・スタッフォードの娘で、第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーの未亡次男と結婚した。彼女が1432年9月に亡くなるまでに子供が2人生まれた。1433年1月に、ポルトガル王ジョアン一世の諸子で、初代ブラガンサ公アフォンソ一世の同母妹、ベアトリスと再婚したが1439年に死去。第3代ソールズベリー伯ジョン・モンタキューとの娘アンと再婚したが、どちらの結婚でも子供は生まれなかった。ありがとうございます。